あれれれれ、こんなところに手紙が置いてあるわ。もしかしてこれってラブレター？ねえねえ、どんなお手紙か、お手紙読んでみましょうよ。そうだね、お手紙の中に何が書いてあるんだろう。なになに？ふわが可愛いので連れて帰っちゃった。大切に飼うね、魔女のおばあさんより。これってフワが連れ去られてしまったということ？フワが魔女のおばあさんに連れて行かれちゃった。魔女のおばあさんってあのとっても悪そうな顔をしたおばあさん？きっとフワが困ってるわ。みんなでフワを取り戻しに行こう。ちょっと魔女のおばあさん。おやおや、プリキュアたち手紙を見てやってきたのかい？そうよ、魔女のおばあさん、早くフワを返して。私たちの可愛いフワを飼おうだなんて。フワはペットじゃないのよ。そうよ、早くフワを私たちの元に返して。まったくうるさいプリキュアたちだねよ。もうフワもあんたたちのところに帰りたいって言ってたよ。本当？じゃあ早く可愛いフワを返してよ。フワこっちよ、迎えに来たわ。はいはい、返しますよ。待っててね。よいしょよいしょ、よいしょよいしょよいしょっと。はい、どうぞ。あれ、フワが箱の中に閉じ込められちゃってる。帰りたいフワとか言ってなんかうるさかったから閉じ込めちゃったのさ。せっかく真っ黒に染めて真っ黒フワとして飼ってやろうと思ったのにな。こんなフワあんたたちに返すよ。じゃあ私は別の可愛い生き物を探してペットにしようっと。まあ、なんてひどいの。フワを取り戻せたのはいいけど、箱の中に閉じ込められちゃってる。みんなでフワを助けてあげよう。私たちと一緒にフワを助けてあげるよっていう人は、ここにあるグッドボタンを押してね。みんなのグッドと一緒にフワを箱の中から助け出そう。フワを箱の中から助け出すよ。うわぁ、かわいい。閉じ込められちゃっててかわいそうだね。ここから開ければいいのかな。よいしょよいしょっと。あ、さらに袋の中に閉じ込められちゃってる。フワを袋の中から出そう。テープできっちり止めてあって袋が開かない。そんな時はハサミでチョキチョキして、ここからフワを、よいしょ、救出。ふぅ、助かったフワ。みんなありがとうフワ。よかったね、フワが元に戻って本当によかった。フワ、どうして魔女のおばあさんなんかについて行ってしまったの？魔女のおばあさんがリンゴをくれると言ったフワ。なのでついて行っちゃったフワ。知らない人に食べ物をあげると言ってついて行ってしまうなんて。知らない人について行ったりしたら絶対にダメだよ。動画を見ているみんなも気をつけてね。フワももうついて行かないフワ。でも無事に戻ってよかったわね。そうだね。それでは今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、
アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。